はい、皆さんこんにちは。えなです。たかです。ブログです。私たちは金山駅にいます。今日は熱田神宮周辺で白鳥庭園とかもみじ狩りとかをしたいなと思いましたけど、今日東海市で紹介してたビデオの中でイベントをやってることを言ってたから、ちょうど昨日から始まったんだよね、このイベント。だからそのイベントをちょっと皆さんとシェアしてから行きたいと思います。ぐるっと回ったけど、すごいなんか花の種類がそんなにあった。いろんな種類がこう綺麗にディスプレイされてて。前回はコチョウランしか見てないから、なんか私の頭の中で全部なんかコチョウランが飾ってあると思う。実はね、洋ランってね、ものすごいいっぱい種類あって。種類がすごい、色もすごい。私の一番好きなのが濃い紫色になんかいろんな点々点が入ってる。いろんな花が工夫されてディスプレイされてるから、東海市やるねってなってる。ね。東京から来た東海市出身の春風さんが東海フラワーショーの金山ディスプレイに来てます。東海市福島町出身の春風美里です。宝塚歌劇団に12年間在籍していました。この中で一番好きな花はどれですか？選びきれないんですけどピジュームっていう薄いピンク色、大人の色ですよね。私たちは最近東海市の紹介動画を作ったんですけど、東海市のおすすめスポットとかありますか？おすすめスポットは集落園の大仏様。あ、やっぱりそうですよね。他になんか好きなお店とかありますか？お店は万博のゆかりが大好きで、渋谷のデパ地下とかで売ってるとすごく、ああこれはうちの近くに工場があるとか思ったりしてます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。最後になるんですけど、今日のフラワーショーの実行委員長の大橋さんからメッセージがあるんです。今度の1月の9日と24日の日まで東海市の芸術劇場の方で、またこのような装飾をします。17日に、はい、私も参りますのでお会いしましょう。この素敵な花を自分で買いたいなとか、他の人にあげたいなという人は Yahoo ショッピングで買うことができます。私たちの視聴者限定に20名様に 50% オフを、すごいですよね。ありがとうございます。農家さん潰れちゃいました。ふるさと納税もこれからやる予定ですかね。ふるさと納税の返礼品でもやる予定です。概要欄で詳しい情報を見て買ってみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。熱田神宮に着きました。でもお参りする前に宮きしめんという有名なきしめんのお店があるから出たいと思います。金シャチきしめんって書いてある。本当だ。宮きしめん到着。めっちゃうまそう。うまそう。これレナの金シャチきしめん。こっちがね、ど定番の宮きしめん。いただきます。で、ちなみにきしめんは名古屋名物です。うまっ。で、宮きしめんがめっちゃ有名。話聞いてます。もちもち。宮の漢字が入ってます。遊ばない。宮きしめんの宮。食べ終わったよ。ダメです。だめ。まだ残ってるよ。まだ食べてるよ。すごい、チキンが。住んでるよ。野生のチキンが住んでる。野生のチキンじゃないよ、この神社の飼ってるチキン。めっちゃ可愛いこの盆栽。本当だ、盆栽。盆栽ね。え、盆栽って。盆栽だよ、盆栽。盆栽だよ。盆栽、盆栽。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 あ、誰。蜂からお参りするよ。ポロミ、ポロミ。なんで。ポロミ、ポロミ。こっちからお参りしてる人、誰一人いないよ。ポロミ、ポロミ。外国人スタイルってことだね。めちゃめちゃ詳しいよ私。ここに心の小道がある。裏をぐるっとして本殿に行く。説明して。おし水。それは説明じゃないよ。この水で肌を洗うと綺麗になると言われてるんだって。おし水。本当に？ここね。さっきの説明ちゃんと読んでないからわからないってことだね。でもさっきの人これをこう作ってこう当たってた。あそこに当てるんじゃない？今一発で当たったから願い事が叶うってことかな。よかったね。で水も今ついたからこれ手がピカピカになる。よかったね。今ねまたこっち戻ってきてちゃんと読んだんだけど、3回水をこうかけると願い事が叶うんだって。じゃあ私たちは青とだ。俺たち1回しかやってないから願い事の3分の1は叶うってこと。そうかな。熱田神宮で結婚式をやったらここでやる。すごいかっこいいよ。ワンモダン。あ、そうワンモダン。よくわかんないけどいい言葉知ってるね。ワンモダン、盆栽って言ってた人がね。ここでさ結婚式あげるのも全然いいと思うよ。伊勢神宮の次に大事な神宮です。高いでしょ。そうなのかな。いやそうです。まあ頑張って稼いでもらってのアウトです。はい、アウトです。熱田神宮の近くに広鳥庭園という公園があって、うんそれに今入りました。ちょうど先週行ってツアーに参加してたから。あ、そうなの？めっちゃ詳しいね。広鳥庭園は中部エリアをイメージした公園になってるから、パワーがスタート始まる山は御嶽山というところです。林がこれあれじゃん、嵐山じゃん。アートになってるけどよくわかんない。何がコンセプトなのかよくわかんないけど、さっきに入り口に書いてあった気がするよ。あ、そうなの。でもタカは読むのが嫌いだからね。ね、そう。すごい寄ってくるよ。もうレナが餌持ってんじゃないかって思ってみんな口パクパクしながら寄ってくるよ。気をつけないと指が食べられるよ。ルームの中に入ってここでなんかエキシビションやってる。折り紙ね。鶴、全部鶴だよ。すごい。鶴の上に鶴がこう乗ってるけど1枚の紙からできたんだって。あっちもすごいよ。いくつかの鶴が。うわすごい。みんなくっついてる。三段鶴。どういうこと？もう芸術じゃん。どういうことこれ？やば。広鳥庭園も見終わったし寒くなってきたよ。そうだね。かなり日が暮れてきて。私たちは今から帰ります。ぜひ。動画で会いましょうね。バイバーイ。